ロシアでは、今年3月、大統領選挙が割れ、通算4期目を目指すプーチン大はじめに対抗できる政治家がいないことから、戦は確実と見られていますが、長期政権、対して社会に閉塞感が、ガルなど課題は山積しています。ロは、今年3月18日に行われる大統領、は、通算4期目を目指し、支持率が、0% を超えるプーチン大統領に対抗でき、政治家がいないことから、再選は確実と、られています。プーチン大統領が再、れば、2024年まで大統領を務め、ことができ、事実上四半世紀近くロシア、率いることになります。しかし、ロは、民間の調査機関、レバダセンターが、月行った調査では、投票に行く。さ、3月、ロシアの野党勢力がプーチン、兼、汚職疑惑の追及を求めて呼びかけたも破格地で合わせて1万人以上が参加。民の間で汚職への不満が高まっていこう、が伺えます。また、ロシア統計に、見ますと、去年11月末の時点で、市では、収入から税金などを差し引い、手元に残るお金、いわゆる可処分所